ミスター・マリックは、日本のマジシャン。本名、出生名は、松尾明。別名義として、クリカン、大野清と松尾元斗祭がある。著名な親族として、次娘のルナがいる。160センチメートル。所属する、芸能事務所は有限会社、マリックエンターテイメント、テレビ朝日映像株式会社。関連会社に株式会社、マリックプロモーションもある。 超魔術師、サイキックエンターティナーを名乗る。1948年12月29日に、岐阜県岐阜市で生まれる。岐阜市立稲葉中学校を卒業。岐阜県立岐阜工業高等学校を卒業。当時の師匠は、司会である。高校卒業後は、ガス器具メーカーのパロマ工業に就職するも、マジックへの夢捨てがたく、数多くのマジシャンのコンテストに出場するようになり、 コンテスト番組で優勝することもあった。パロマ工業には半年ほど勤務していたが、行きつけのオリエンタル、中村百貨店の転用車製マジック用品売り場の実演販売員の秋ができたことから、親の反対を押し切って実演販売員に転職した。その後は、この職場で経験を重ね、やがてマジックショップの経営や新人の指導を行うようになり、全国各地で、 マジック教室を開設するようにもなった。しかしこの時代に初めて出場したマジック大会で初代引田天皇らの賞として完成度の高いマジックを目の当たりにして衝撃を受け本格的にプロを目指し始めている。20歳の時に上京しマジック用品メーカーに勤務する。この年に開催された関体併用マジックアソシエーションハワイ大会における クロースアップ部門コンテストで日本人として初優勝を果たす。名門ホテルのラウンジで行うクロースアップマジックのテーブルホッピングショーという演出形態を採用し、ラウンジライブを全国展開するようになったマリックは、その最中に日本テレビのディレクターと出会い、それをきっかけにして1988年、日本テレビ系の人気番組、午後11時でテレビ界にデビューし、 クロースアップマジックに超能力的な演出を付け加えた超魔術を披露すると視聴者からの大きな反響を得た大掛かりな設備を必要としないマリックのスタイルはテレビ局にとっても番組を組みやすくその後たびたび出演するようになった超魔術はマリックが番組制作スタッフらと考え出した造語である同番組への出演を含む1974年の 初来日以来、世界でも日本でも数年前まで超能力ブームを巻き起こしていたユリゲラーの番組を見てきたのが超魔術のスタイルを編み出すきっかけになった。超能力ブーム華やかなりし頃、マリック本人もユリゲラーの超能力と酷似するショーを行って収入を得ていた。しかしあるイベントにおいてマリックの技を見た観客が超能力肯定派と、 否定派でま、二つに対立し、一触即発の緊張状態となった会場で、マリックはとっさに、ハンドパワーですとアピール。これによりさっき立っていた観客は特進して、平成を取り戻すということがあった。その後、マリックは、本物の超能力者なのか、手品と同じで種があるのかという疑問にはすべて、ハンドパワーですと答え、このセリフは、マリックの専売特許とも言うべきものとなった。 超能力や占いの類を、中津のごとく嫌っていた当時タレントの上岡、龍太郎も、マリックの技を会議的な目で見ていたが、ハンドパワーですの説明で、マリックと打ち解けた。なお、別バージョンでは、手力ですもある。このフレーズは流行語となり、様々なバラエティや漫画でパロディされた。もともとは、手から何か出てるんですかハンドパワーですか と尋ねた客の質問から生まれた言葉。来てますのセリフも、来てますかという客の質問に何か来てるんでしょうねと答えたことが始まり。マリックという名前は、マジックとトリックを合わせた造語である。また、クリカン、大野清松尾元斗祭という別名を持つ。クリマタスミは、ミスターマリックをクリマタスミと反対側から読んだアナグラムである。 登場時やマジック披露後には専用 BGM が流れる。曲はアート・オブ・ノイズのレックズである。サングラスをトレードマークにしており、NHK 番組、課外授業ようこそ、先輩でも子供たちにだけサングラスを外した顔を見せるなど、テレビ画面では滅多に目を見せない。クリカン、大野清としてはメガネをかけ、バラエティ番組で松尾元搭載として出演した時や、 マギーシロー、ゼンジーペキンに扮した時など、ごく稀にサングラスを外す。また、テレビに出始めの頃は、素顔で出演しており、駆け出した後も禁止なので日によって駆けたり外したり、一定していなかった。駆け続けるようになったのは、ドツキのサングラスが発売されてから。後にクロースアップマジックで名を挙げる、藤井明こと本名、藤井明は、超魔術が大ブームになっていた頃に、 マリック文下の若者であった。元神の芸名でアシスタントを務め、下積み生活を送っていた藤井は、マリックのテレビ番組の映像にもその姿を残っている。しかし彼は、下積み生活の愚痴を周囲に漏らしてしまい、それが死に伝わるのを恐れて2001年に逃げ出してしまった。その後、芸名を本名のひらがな表記に改めた上で独力で、研鑽を重ねて体制した。 二人は後にテレビ番組で共演し和解している。娘はヒップホップ歌手のルナ。古典記述を現代的手法、演出で蘇らせる能力が高く、毎年公演されるマリックのライブツアーは高い完成度と不思議さ、楽しさが融合しているとの評判を得ている。また、銀座白品館劇場ではミスターマリック超魔術団公演を旗揚げさせ、 内外有力な若手マジシャンと共に、ストーリー仕立てのマジックエンターテインメントに挑戦。ステージでも、精力的に活動をしている。技術愛好家を増やすための活動や、日本国外そして、国内若手マジシャンとのコラボレーションなども行う。また、歌舞伎や芝居、松藤や弓などのアーティストコンサートの演出も、監修する。血液型は B 型。ありがとうございます。